hai bậc thang bên kia. Ok đúng rồi. Cố đi cố. Bên trái này. Bên đây à? Bên đây á. À. Cái cái lên qua đó. Ừ, đó. Ừ. Đây ba.
はい、生誕浅井町の浅井です。ですね、今日は、ですね、お客さんの中で、まあ、ママと、あと0歳とか、あとちっちゃいお子さんが来られたり、一緒に来られたりするので、で結構長時間の施術を受けられてる間に、赤ちゃんも受けたりするので、まあ、その時の女の子が、何をしたら退屈な時間がありそうということで、まあ、結局ですね、今日、これ買ってきました。トランプ。今回はトランプだけ買ってきました。リカちゃん人形のトランプ。他にもリカちゃん人形以外に、あとディズニーのなんか5人ぐらいの女の子の写ってたトランプがあったりしたんですが、まあ、あと2歳ぐらいの女の子だったら、ママごとの、なんていうんですかね、キッチンのこういう、まな板があって、野菜とかパイナップルとか、それを切るっていう、そういうのが結構人気があるって言ってたんですけど、まあ、トランプに今回はしました。でトランプでもこういう可愛い、キャラクターリカちゃんとかじゃなくて、普通の大人が遊ぶなんかシックなやつ で、あとサイコロがついてるタイプもあったんですが、まあ、これにしました。で今日はこのリカちゃんトランプをちょっと開封して、私がちょっと実際にちょっとトランプを使ってみようと思います。はい、トランプは本当ずっと使ってないんで、何年かぶり、何十年ぶりか、何年かぶりかです。ちっちゃいですね、やっぱ子供用のやつは。これ見ると、ちょっと3歳以上対象って書いてありますね。もう一個のやつは5歳以上だって書いてあったので、まあ、ちょっとこれ開きにくいんで、これでいい。よいしょ。はい。あ、もう全部リカちゃんですね。感じですね。で中はもう、あ、1枚ずつ違うんですね。あ、これは面白いかもしれないですね。はい、という感じですね。はい、カードさばきをちょっとしてみたいと思います。久しぶりにやるんで多分下手くそですけど、まあ、こんなあのです、ね、トランプも一応、買って、まあ、一応子供が来てもですね、退屈しないように多分ですけど、まあ、こういうグッズもですねちょっと集めていこうかなと思っているところです。100人一首もなんかいいとかって言ったので、まあ、ちょっとまた機会があればというふうに思ってます。はい、まあ、とりあえず今日はこれで終わりですね。もうちょっとトランプ遊びにしたいよ。よいしょ、カード切りとか、マジックもなんかあればいいんですけど、何もないんで、なんか昔一個勉強したことあったんですけど忘れちゃいました。はい、まあいいですね。全くそうですね。はい、こんな感じの動画で申し訳ないです。はい、今日も生誕野菜、24時間でお待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。あ、で最近ですね、あの夜中にあの電話いただく方も結構いらっしゃるんですが、全然大丈夫ですので、夜中とかあの1時とか12時、11時とか、その時間帯も結構あのゴールデンタイムで、バンバンお客さんから連絡がかかってきますので、深夜遅くても、全然、携帯電話でもあのお店の方の、携帯、普通の、自宅じゃないですかね、0564-747733 or 0805112-8999、どちらでも大丈夫なので、お待ちしております。はい、じゃあこれで失礼します。ありがとうございます。失礼します。